皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダバオ地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の感染者情報についてです。こちらです。はい、一番上の数字がですね、45,646人となっていまして、これは感染者の総数から回復者及び死者数を除いた数ですね。で、現在も陽性の状態が続いている人たちが45,646人となっています。その下の黄色い枠で囲ってある数字が新規感染者の数ですね。1951人となっています。で、その左側にある数字がですね、NCR というのがマニラ首都圏の新規感染者数。その次、セブ、ラグーナ、カビテ、リサールと並んでいます。真ん中の円グラフでマイルドとなっているのは、全体の感染者のうち、軽症の人が 91.1% を占めているという意味です。そしてその右側にあるのが感染者の総数で 70,764人となっています。7万人台を超えてしまいましたね。はい、多くなっています。続きましてこちらです。回復者新たに209人出ていまして、回復者の総数は 23,281人となっています。そして死亡者は新たに2人出てまして、死亡者総数は1837人ですね。で、その下にあるのが死亡者の1日あたりの推移を表した棒グラフとなっています。はい、続いてそのまま私が住んでいるダバオ地域の情報です。先ほどのは7月21日の情報でしたけども、こちらは7月20日の情報となっています。こちらはですね、新たな感染者、真ん中のちょっと右側のオレンジ色の中にある数字ですけども、6人新規感染者が出てまして、感染者の総数は970人となっています。そして死亡者は出ておらず、死亡者の総数は43人のままとなっており、回復者は新たに10人出てまして、回復者の総数は539人となっています。はい。で、こちら左側の円グラフですけども、感染者総数970人いるうち 40% が現在も陽性の状態が続いているというデータですね。で、その隣の緑側のが回復した人たち。これが 56%、そして赤色で示されている部分が、死亡した人たちですね、4% となっています。下の方にあるのが青色の方48人というのは本日検査された人数が48人、そのうち6人が新型コロナウイルスの陽性であったと、13% が陽性であったということを示しています。で、本日ですけども、驚きのニュースが、フィリピン大使館から発表されまして、なんとフィリピンの在フィリピン日本大使館の職員の方が新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認されたという発表がありました。はい、これは驚きですね。これは大使館の情報そのままですけども、当該職員からは無症状との報告を受けており、当該職員は自宅で療養していますとのことです。なお、濃厚接触者については現在確認を進めているところですが、現時点で当該職員とその他の職員、在留邦人、来館者との濃厚接触は確認されていませんということですね。そして外務省としては、邦人保護を含む通常業務に支障がないよう、引き続き感染予防、感染拡大防止策に関して必要な対策を講じてまいりますということが発表されています。これは在フィリピンの日本国大使館に在留届を出している人たちにメールでも通知されていますし、在フィリピン日本国大使館のホームページにも記載されている内容です。まあもうこれはですね、誰がかかってもおかしくないなということですよね、フィリピンに。まあ世界中そうですけども、特にフィリピンにいる中で、なかなか邦人が感染したという情報はあまり耳にしないですけども、このように大使館の職員の人もかかってしまうというぐらい、ですので、もう誰がかかってもおかしくないと。今、規制が緩和されている中でですね、外に出られる機会も増えていますので、その中で油断はしてはならないな、ということを感じましたので、今回の動画でシェアさせていただきました。はい。続きまして、私が住んでいるダバオ市の情報ですけども、以前の動画でもお伝えしたんですけども、ダバオ国際空港に到着する乗客ですね、マニラを含めてダバオ以外からダバオに向かう人たちですね、飛行機で。その人たちは48時間以内に PCR 検査を受けて陰性となった結果を示さないと搭乗できないという決まりができたということを以前の動画でお伝えしましたけども、その48時間というのを72時間以内ということに変更されました。それを今回の動画でお伝えしておきます。そして、検査結果の事前の提出についてはですね、迅速検査法による結果は受け付けられず、あくまでも PCR 検査ということですね。そして陰性の
結果を持っていないすべての到着客はダバオ国際空港で留め置かれて、自費で検査を手配するまで空港外に出ることはできないということですね。で、こちらもですね、ダバオ総領事館からも案内が出ていまして、特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、町やバランガイの単位でより厳しい隔離措置がなされる場合もありますとされています。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従ってトラブルを避けるように努めてくださいというメールが来ています。そして、ニノイ・アキノ国際空港やダバオ国際空港の発着便を中心にフィリピン国内線の運航が一部再開されていますが、混乱も見られますと。ご利用の際は各航空会社のウェブサイト等から最新の情報の入手に努めてくださいという案内がなされています。まあダバオもですね、最近の発着状況を見たら毎日2便ぐらいは飛んでるんですけれども、やっぱり人からの話によるとキャンセルや変更が未だに多いみたいですね。またフィリピン政府からですね、フィリピンに入ってこれる人、そしてフィリピンから国外に出れる人の新しい情報がありましたので、それにつきましては次の動画でお伝えしたいと思います。はい、私の動画ではこのようにフィリピン全国とダバオ地域の情報についてお伝えしています。チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。